大田区の皆さん、こんにちは。新体操日本代表の下にさくらです。東京オリンピックでは温かい応援本当にどうもありがとうございました。世界中が大変な状況の中、東京オリンピックを開催していただき本当に感謝しています。東京オリンピックまでの日々は本当に濃く、いろいろなことがありました。逃げ出したいと思う日も少なくはありませんでしたが、その度に応援してくれる家族や友人、大田区の皆さんの言葉が私の背中を押してくれ、歩み続けることができました。東京オリンピックの演技では笑顔で終わることができず、悔しさや申し訳なさがありましたが、私たちの演技を見て感動した、最後まで諦めずに踊り切る姿に勇気をもらえたとたくさんの声をいただき、最後まで踊り切ることができてよかった、心に届いていることもあるんだなと、その時ようやく幸せを感じることができました。大田区の皆さんの力を近くで感じながら踊ることができたこと、東京オリンピックだったから感じれたことだったと思います。本当にありがとうございました。これからもスポーツの力を信じて進んでいきたいと思います。東京オリンピックに出るまで本当にたくさんの失敗をしてきました。でもその失敗が私を強くしてくれました。皆さんにも夢や目標に向かって失敗を恐れず挑戦していってほしいなと思います。今度は私が挑戦する皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。